皆さんこんにちは。株式会社旅っぽ代表取締役の清水直也です。今回2030年の観光業界を担う次世代リーダー養成スクールコロネクストを開講することになりました。皆さんご存知の通り、2020年新型コロナウイルスの影響で観光業界は本当に大きなダメージを受けてしまいました。このコロネクストはですね、未来の観光を担う次世代リーダーが集い、誰もが豊かに旅する時代へ復興させるということをミッションとしています。熱意があれば、そこからいろんな協力者を巻き込んでアイデアを生み出して、お金も生み出して、事業を作っていくことができるというふうに僕は思っているので、何か熱い思いを持っている人にぜひ参加してほしいなというふうに思います。アイデアは誰でも出せると思うんです。それを実際に実行にできる人、覚悟を持っている人、そういった人たちを本気で応援できる場所になっていったらいいなと思ってまして、それだけですね、本気の思いで僕たちも取り組みたいと思っているし、その思いにですね、お互いぶつかり合いながらプログラムをですね、過ごせればなというふうに思っています。これからの時代を作っていこうというビジョンに向けてですね、共に実践を繰り返してチャレンジをして、そんな勇気の持っている人にですね、ぜひ集まってもらいたいなというふうに思っています。コロネクスト、ぜひ挑戦してみてください。